川崎競馬第11競走、今日のメインレースです。準々勝 JRA 交流スパーキングナイトチャレンジ、距離は 1600m、 出走13頭。 A2 B1 選定馬 JRA 選定。川崎競馬スパーキングナイター開催2日目、メインレースを迎えました。第11競走、準優勝週刊ギャロップ杯不要賞戸塚記念トライアル、3歳オープン 2000m、 7頭で争われます。この競争の1着から3着までに入りますと、9月14日に行われます戸塚記念への優先出走権が与えられます。枠入り先頭は5番の K.I. メビウス、振り切ったリード2馬身ぐらい。2番手に上がってきたのは7番のみやびマドンナ、3番手5番のオースティン、後方から8番のロマンスグレー追い込んできた。ロマンスグレー3番手に上がってきた。前の2頭も最後は並んだ。ゴールイン変わったかどうか。外は7番のみやびマドンナ、内5番の K.I. メビウス、最後は2頭接戦。後方から追い込んだ8番ロマンスグレーが最後3番手に上がりました。6番コパノオースティン、2番のノットリグレット。